めてよ。普段なんか映りたいみたいな感じ。さあ、牛山選手。やめてよ。コメントはどうぞ。やめてよ、もうそういうの。一番おもろい。一回優が見せましょうか。じゃあ、こういう時は。一回優が見せましょう。脇汗、脇汗かきすぎや、お前。脇汗。脇汗だ、お前。脇汗、脇汗。優へ。もう一個。はい。じゃあ、もう一個。後ろで寝すぎやろ。おー、3人上3人ジャス。ケータ君、ケンタロー。寝すぎやろ、後ろで。撮ってるんすか？日本航空は通路、化粧室を含め全席禁煙でございます。ホテル着きました。散歩に行ってきます。いやー、加わってるんだ。顔腹立つ。おすすめ、おすすめ。これ持つと今日はアウェーで鹿児島ユナイテッドと試合です。監督が変わって初めての試合で、今週、練習内容が少し変わったりとか、変化があった中での試合なんですけど、結果につなげられるように90分最後まで集中してプレーしたいと思います。この今の流れを必ず断ち切って帰りたいと思います。いい準備します。自己紹介してるだけやのにベースですね、これ。早くない勝利。よっしゃー、次はホームだ。
今日の試合は1対0で勝ちました。久々の勝利ですね。まあ内容はかなり厳しい内容でしたけど、まあどうにかファイトして1点を守り切ったっていうゲームでした。まあ監督交代あっていろんな中でこう難しい試合でしたけど、まあ勝ててよかったと思います。まあ、次なんでまた勝ち続けないといけないんで、また準備して次ホームで勝てるようにまたいい準備してやっていきたいと思います。また来週の試合に向けてしっかり準備して臨みたいと思います。お疲れ様でした。長い長い移動でした。しっかり休んで次の試合に備えます。お疲れ様でした。